2人とはまだまだ音楽にまつわる話をしていきたいと思いますが、あのチャイといえば衣装とかビジュアル面が本当に素晴らしいアートだよね。ありがとう。ちゃんとアートしてる稀有なアーティストだなと思うんですけど、結構やっぱこだわりは強い方ですか？強いね。それこそあの結城中心にビジュアルは考えるから、なるほどね、うん、じゃあ結城ちゃんを発端に、なんかまず作ってみるみたいな感じ。そうだね、うん、衣装とかはみんなでイメージの共有は常にするんだけど、そうそう、こういうのが次いいねとか、こういう風に見せたいねとかを4人で話す。衣装って作りだよね、手作りだよ ね、 今回の作りだね。今回は作ってもらってる。買ったりしたのもある。あるんだ。あるある、うん、ある。それさ、スタイリストさん、うん、同じ人ずっと、うんうん、スタイリストさんじゃなくてね、ライブの衣装は自分たちで決めるのよ。そうなの、スタイリストさんじゃないの。自分たちで。自分たちで。作りはどうすんの？作る時は誰かに頼んだりとか。一緒に、そう、考える。そう、一緒に考えてくれる人が毎回違うかも。そう、そう、そう、毎回違う。そっか、うん。衣装は、アルバムを出して、その都度変えてる、うん、アルバム、まあ確かにそうかも。ね、アルバムごとじゃごとかもしれない。アルバムごとに、ね、じゃあちょっとずつイメージ替えをしている。そうだね。そうかもね。それよりも頻繁に変える時もある。うん、ある、うん。あ、そっか。じゃあ、このフェスはこれがいいからみたいな。この夏は新しいもの作ろうみたいな。そうだね。とかもある。うん、なるほどね。いや、ポリンちゃんはさ、スタイリストじゃん。ポリンちゃんって考えたり、ポリンちゃんがさ、ポリンちゃんが考えれちゃうじゃん。そうかもね。ね、でもさ、そうだよね。まあそうだよね。時間なくない？時間。でもさ、今ね、自分のブランドの服も着るでしょ。着る着る。いや、そうだよね。着てたよね。そう、着るし、そう、作るの好きなんだけど。そうだよね。あ、男性いると難しくない？え、それさ、考えるよね、でも。でも、スタイリストさんに最近もう任せちゃってるから。あ、そうなんや。うん、確かに。そうか。難しいよね。まあ、そう、一人がまとめた方がまとまるもんね。そうね。一人立てた方がね。とか、なんかやっぱ、大人だからさ、着たいものあるじゃん。ご本人は、ね、自分の趣味あるし、ね、そりゃそうだ。そう、だからなんか、うん、あんまり最近行ってないかもね。そっかそっか、うん、でもなんかジャケットに関してはどうこうとか言うけど、うんうんうん、そうだね、うん、そうか、衣装自分たちなんだ。そうだね。テレビとかは、うん、テレビとかもその衣装で出てることも多いよ、うん、あ、なるほどね。そう、通してなんか雑誌とかは、うん、そのスタイリストさん立てて、うん、その人のセンスも一緒にこう混ぜ込んでやったりするけど、うん、基本テレビとかは今さ、ライブで使ってる衣装が多いかも。なるほどね。そうか、うん、そう。ヘアメイクさんはいるよね、うん、ヘアメイクさんおる。ヘアメイクのアイディアは、アイディアはね、一緒に考える。No. でもライブは自分たちだよ。ライブは自分たち多いかも。本当に、うん、そう、ライブはね、あのビーって、自分でやってる。あ、そう、あれ自分でやってる、うん、超可愛いよね。可愛いよね、あれってさ、可愛いよね、カラー、あ、絵の具何だったの、うん、あれね、あのね、なんていうの、あれ、ハロウィン、アイシャドウ、ハロウィンの時にやるようなさ、うん、あるじゃん、はいはいはい、そう、あれね、アメリカで買ったよ、大きいパレット。アメリカでいろんな色あったさ。あ、なるほど。大きいパレット買ってさ、あれを買って、みんなで今日何色にする、アメリカにありそう。めっちゃある。そっかそっか、そうそう、うん、そっか、全部自分たちだ。そう、自分たちだね。それはすごい。じゃあ MV とかも、うん、監督さんはでも毎回違うよね。うん、違う、毎回違う、ね、それは自分たちで見つけてきて。そうだね、大体みんなで決めて、ヘアメイクもみんなで決めてやってもらうことが多いかな。じゃあ普段からそういうのインプットめちゃくちゃしてるってこと？そうだね、割とね、割とね、うん、何を見てる？ SNS、 インスタだね、まあ、インスタかな。インスタ見るよね。インスタは見る。そうだよね、うん、そう、めっちゃ見てさ、この人メイクいいなとか。まあでも基本的にこの人っていう人はいる、うん、いつも同じ人おる？うん、最近そうだね。でもなんか、その P ってソロプロジェクトが始まったから、うん、ちょっとそのスタッフィングは変えてるね。うん、そうだよね。オーサムとは違う。大事だよね。大事だね。大事だね。大事だね。印象決まるしね。うん、本当に常になんかインプットも大事だなって思う。インプットさ、うん、どこでしてる？インスタ。でもインスタだね。あとでもなんかさ、うん、海外のフェスのさ、YouTube とか生配信で見たりすると、うん、あるね。このファッションとヘアメイク最高みたいな。あるよね。ロザリアとか最高なんだよ。確かに。かわいいよね。リゾンも最高だしさ。最高最高。ね、最高だよね。自分にはできないけど。そう、できないけど。自分でやるとしたらこうかなみたいな。めっちゃそう。本当最高だよね。ドージャキャットとかすっごいもんね。確かにそういう人たちって普段もね、普段すごいよね。すごい。いやー、もう日本じゃいない感じよね。かっこいい。確かに。いやー、私もちょっと ね、英語勉強して英語海外ね行けるように、ね。海外一緒に行きたいね。行きたい、行きたいな、ライブね、行きたいな、行きたいね、行きたい、行きたい。
頑張ります頑張りましょう頑張りましょう。来年1月18日、うん、日本限定 EP、 あ、日本限定なんだ、うん、そうこれね、そうか、ジャジャーンの、うん、はい、ジャケもね、うん、印象的ですね。そう、ジャケは総平彩香ちゃんっていう、ね、ギャルの、そうギャルの、そうネオギャル、ネオギャルだネオギャルになると思って、なんでネオギャルなのに、ネオギャルにしたのモチーフ、なんかその来年のこうしていきたいみたいな、うん、チャイのテーマがそのなんか自分らしい女性像を自分たちがまず表現することで、うん、なんか世界のみんなが生きたいような自分の性別を自信を持って生きていけるような世界にしていきたいみたいな、うん、まあ、ネオかわいいをもっともっと通じて、はい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 、そういう世界にしたいみたいなテーマが大きくあるから、なるほどね、そしたら次強い女性像ってなんだろうと思って、はいはいはい、あ、ギャルしかねえなってなってめっちゃわかる、ね、わかる、本当にわかる、強いのよギャルって、テレビ見てると今、うん、ギャルの方多いじゃん、タレントさん芸人さん、ね、多いよね、なんでだろうと思った時に、うん、なんかこのなんか不穏な世の中の今の空気をなんか払拭してくれるじゃん、うん、ギャルって、うん、そうだね、ズバッと言ってくれるよね、そう、本人もすごいメンタル強そうだし、うん、そうそうそう、無理してなさそうだし、そうそうそう、ね、すごい憧れるよね、あのメンタル、憧れる、わかる、うん、憧れて慣れなかった私たち、そう、なれなかった、ギャルになれなかった、ギャルになれなかった、そう、だからなりたいんだよね、そうか、そっから来てるんだ、そっから来てる、なるほど、来年のテーマかなみたいな、めちゃくちゃいい、そろそろチャイのマナさん、カナさんとお別れの時間となってきましたが、最後に一つ質問いいでしょうか。うん、もちろん。チャイの今後の展望は、ちょうど今の新しいアルバムを制作中で、そのアルバムで自分らしい女性像をチャイ自身がまず強く歌うことで、うん、世界の性別をなくしていきたいし、自信を持ってみんなが生きていける時代にしたい。うわ、うん、最高ですね、変わらないです、ね、これがチャイの展望です、変わらない、ね、来年のね、うん、来年のね、来年の目標、目標、本当に、うん、ね、日本の未来がかかってるバンドな気がする、ありがとう、ありがとう、ありがとう、本当に日本人として誇らしいです、嬉しい、ありがとう、ありがとうこちらこそ頑張ります、ありがとうございます、一緒に頑張ります、一緒に頑張りますということで、今日はチャイのマナさん、カナさんをお迎えしました、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。ピーコとオサムシティクラブのボーカルポリンがナビゲートしてきました、ワオミュージック、いかがでしたでしょうか。今日はマナカナちゃんとすごい楽しかったです、女子トークをたくさんできたし、お二人のそのかっこいい部分とか信念とか哲学をたっぷり聞くことができてとても嬉しかったです。1ヶ月にわたりいろんなアーティストの方とお話をさせていただきましたけれども、貴重な話をたくさん聞くことができて、とてもとても貴重な時間を過ごさせていただきました。いろんな人と話すことで自分自身のことも知れた大事な時間になったなと思っております。皆さんにも楽しんで聞いていただけてたら幸いでございます。来月のマンスリープレゼンターは木村カエラさんが担当します。ということで、3回にわたってお聞きいただいた皆さん、ありがとうございました。ここまでのお相手は P でした。